皆さんこんにちは、エフェボーチャンネルです。いつもエフェボーへの投稿、エフェボーチャンネルのご視聴誠にありがとうございます。さて、今回も新規初投稿、ベーシストのたかしさんからスイッチャーボード投稿いただきました。誠にありがとうございます。初めて投稿しようと思いますということでね、ありがとうございます。貴重なボード。で、今回注目いただきたいのが、2台の MXR 製の、ベース DI プラスとエンベロープフィルター、オートバウですね。で、こちら直列にすると歪みすぎてしまったので、スイッチャーを入れたということでね、こういう使い方もあるんだなということでですね、皆様方ぜひ参考になさっていただきたいと思います。それからですね、ボードの底の方を見てもらいたいんですけど、木材で底上げをしつつ、ニトリで買ったタイルカーペットこれでなんか、敷いてあるみたいですね。これはまた珍しいというか、ニトリ行ってみたいなと思いますけども、それから空いたスペースにガチャガチャ、これコンプリートしてるんですかね、よく揃えましたですね。ということで先日、ステッカーの方もお送りさせていただきましたので、もし、ボードの方また変化しましたらですね、またエフェボーに投稿いただいて、盛り上げていただきたいと思います。歪まなくなった感じの、サウンドの方も、YouTube で聞いてみたいなと思いますので、また、教えていただけたらと思います。ありがとうございました。